乾杯ということでね、例の令和たけちゃんにスーパーチャットをね、何件か送ることができてよかったです。まずは一杯乾杯ということでね、一発送って、すぐにもう一発送って、でさらにもう一発ということでね、旭川の選挙が終わって新しい今津新市長が誕生したということでね、今津新市長とも一杯飲んでいただきたいかなと思いまして、3杯分まあせこいですけどね、お送りさせてもらいました。本当に令和たけちゃんお疲れ様でございます。いやー、なんかね、嬉しかったなー、楽しかったなーっていうのが、やっぱりこう、そこにね、チョイマンさんもいてね、チョイマンさんが見つけてくださって私に向かってコメントをしてくれたかなっていうこととね、まあ、チョイマンさんが、令和たけちゃんとチョイマンさんっていうのは結構ね、親密なのかなと思ったんですけどね。だからチョイマンさんは令和たけちゃんのライブによく参加されるのかな、なんかちょっと羨ましいなと思いましたけども、まあ、チョイマンさんもすごくね、私を引き立ててくれて、まあ、令和たけちゃんと私とね、こうコラボすることを望んでくださってるということでね、いや私もね、やりたいですよ。まあ私ね、こうなんですかね、ご通行中の皆様とかねああいうのはね、全然抵抗ないんですけどね、今家族がいる身なんで、ちょっとこう大和くんほったらかして何日も家を空けることは今ちょっとできませんのでね、旭川に行ったりとか、なんか鹿児島行ったりとか、なかなかできないんですけども、私がでも考えてるのはね、広島の例の買収事件がありましたよね。広島県議市議、買収にかかった100人以上がノーノーと今でもね、 SNS で何事もなかったように発信したりとかね、正義感ぶってなんかね、なんか町のためにとかね、国のためにとか言ってる、ほんとね、けしからんだ、恥を知れというね。だからこう、教職員組合っていうのか、学校の先生ってのも、まあ、いじめを隠蔽したりね、ともすればそれはいじめに加担してるのと同じですからね。それから死に至るまで、もうね、いじめの解決は誰かが死ぬことぐらいしか思ってないんですよ、学校の先生っていうのはね。で、自分の出世が大事、自分のキャリア、給料を大事にして、もう生徒なんていくらでも代わりがいるからと思ってね、少子高齢化に拍車をかけるためにどん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 生徒がどんどんいなくなっていく、生徒がいなくなればその分だけ手がかからずに済むぐらいのこと思ってるのかなと。なんかね、全部体でぶつかってね、生徒の人生や正義が守られるんだったら自分の身はね、もういらないと、生徒の盾になって私が守っていくんだみたいなね、そのぐらいの、その程度のね、最低限の気がないのかなと思っちゃいますね。何のために教員になるんですか、どうやって教員になっていくんですかと。もっとね、金八先生だとかね、極戦とか GTO を見ていただきたいかなと思いますね。ああいうね、理想の先生像っていうのはもうテレビの中にしかないのかなと思っちゃいますよね。だから実際に教壇に立つ先生っていうのは、まあ、日々作業をこなし、生徒が右から左に行って、まあ卒業させれば親不孝面みたいな話が、先生ってのは生徒がね、子供たちが初めて毎日目にする大人なんですよ。だからどんな大人になろうかなって模索する中で、その先生がね、モデルにならなくてどうするんだってことですよね。やっぱり大人ってのは綺麗なことだけじゃやっていけないなと、汚いこともずるいことも、自分のね、両親を押し殺してやっていくのが大人の厳しさなんだな、みたいなね、妙なことを教えないでほしい。やっぱりね、子供たちを守るためなら、我が身を呈して、すべてのことに立ち向かっていく。それこそ、自分のもう出世なんていらない。自分のね、正義を貫くためなら、恥ずかしくない人生を送るためなら、もうそれはね、やり通していくんだと。ね、被害者の未来を犠牲にして、加害者と共に、なんかランランランとね、スキップを踊って、追及があったら時間切れを狙って、知らぬ存ぜぬ第三者委員会だとかね。第三者委員会を監視する、今度はね、第四者委員会ってのが必要なんじゃないかなと思いますね。本当に腹立つというかね。
なんかね、学園刑事朝宮咲がやりますね、こうなったら本当に、スケバンデカがね、なんていうのかな、もう私もね、グレていた人間の端くれとして申し上げたいんですけども、やっぱね、ヤクザ組織ではないんだけども、学校には、生徒会とかね、まあ教育委員会とか生徒指導部とかね、それで表の顔とともに裏の顔もいるよね。番長グループとかね、裏でもう学校を支配してね、チョコ材のことやったらね、教員だろうが何だろうが食ってかかるようなね、それこそ退学も厭わないじゃないですか、そういうやつらってのね、もう退学にするぞって言ったらね、上等だよ、こっちからやめたらってね、校長室で殴り込んでいくみたいなね、それこそ自分たちと同じ立場の生徒、権力、そういうもので生徒の自由を束縛し、抑え、妙な拘束で蹂躙し、へいへいのんのんとしている教員たち。要するに、拘束っていうのは、生徒を縛る首輪なんですよね。拘束は厳しくすればするほど管理が楽。バカ野郎ということですよ。拘束だとかね、教師だとか生徒だとか、そんなの関係なく、全身でぶつかっていって、そしてね、取っ組み合いをしてですね、で最後は夕日に向かって走るのが青春ドラマでしょうか、学校でしょうか、ね、私今でも覚えてますよ、スクールウォーズのね、水原もう大番長が最後滝沢先生の自宅の前で待ち伏せしていて、先生俺と勝負してくれよみたいなね、喧嘩を吹っかけてね、滝沢先生も勝負ってのはこれのことかつってね、もうね、暴力教師でね、そして番長、なんか恐ろしい武器をいっぱい持って集まってきて、集まってないか、水原はね、いろんな武器を持ってこうチェーン振り回してね、滝沢先生に襲いかかってくる。滝沢先生はジャケット脱いで、ジャケットでバッと、もう喧嘩慣れしてるね、オールジャパンね、で組み合って、その滝沢先生の自宅前の池かなんかにボシャーンって入ってね、水原をこうやって、ガーラお前苦しいか、今までお前らが苦しめてきたやつの苦しみが分かるかとか言ってからね、すごいっすね、もう殺人事件ですよあれは。だからあの時までギリギリまでやって、水原がぐったりしたら、おい大丈夫か大丈夫かっつってね、まあ傷害事件をまず起こして、そして引っ張り上げてね、自分の自宅に引っ張り上げて、水原はうぅ寒いとか言って震えてるところに酒を出してきてね、まあこれ一杯飲めよみたいなね、酒を勧める先生ね、そのぐらいのことできんのかと思いますよね。いやー、生徒と揉めたらね、傷害罪で訴えられちゃいけないからねとかね、喧嘩を避ける、で生徒が震えていたら酒を勧めたら、未成年飲酒で、飲酒教唆でね、捕まっちゃう、そんなせこいこと言ってる場合かと、つうかこれ犯罪を勧めてるようになっちゃいますね。あれはね、やっぱテレビドラマの中だけのことですね。だからまあ生徒と取っ組み合いのね、もう喧嘩をしたりね、生徒をこう顔をね池の中に沈めたりとかね、そんな先生ダメでしょ、もうさすがにそれはダメだけど、気持ちの問題でね、そのぐらいの勢いでもう男対男で向かっていくみたいなところに、水原も大番長もね、最後は先生俺ラグビーやった方が良かったかな、あれ見てからね、私はテレビを見て初めて泣きました、あの水原の涙で。その後ね、なんかアパートで、ま、昔の団地のすごい狭い1メートル近くの風呂に2人で入ってるというねあれよく入れましたね、あんなところにね、2人風呂に、なんかあれはちょっと下世ないよね、1人で入っても狭いところに2人で入ってねなんか笑顔でこうね、90度ですごい。でそれから番長と風呂に入るという伝統はね、次の大木大輔にも受け継がれていて、先生一っ風呂浴びに行かねえかみたいなね裸の付き合いというね、今の時代どうですか、学校の先生、生徒と風呂に入るぐらいの余裕はありますか、生徒を自宅に招いてね、話し合ったりできますか、生徒さんのお宅行ってね、おいそろそろ出てこいよ、
お前が来ないと学校が閉まんねえんだよ。なんつうかな、立ち向かってくるボンクラな生徒お前ぐらいしかいねえんで俺も退屈だよみたいなことね、体育教師に言わしてみてください。で、何が言いたいかっていうと、そうやってね、睨みを聞かせている生徒がいると小賢しいいじめとか起きないんですよ、うん、そういうことなんですよ。やっぱね、ちょっと突っ張ってるやつってのは自分の正義感がものすごく出るんですよね。だから学校のルールがどうも杓子定規なのが肌に合わないけど、でもね、そういった悪がね、悪ぶったやつがなんか誰かをいじめるせこいことやってる、お前そんなせこいことしてんじゃねえよとか言ってからね、一括するからいじめはないわけなんですよ、ね、だからもちろんね、そういった番格がね、番長格がいじめに参加したら別ですよ。でもまあそういうことはないんじゃないですか、うん、まあ男は義理人情筋通せと、まあ、それが、まあ、先輩から受け継がれたね、まあ、突っ張りの美学ですからね。突っ張ることが男のたった一つの勲章、まあ、そうなんですよ。突っ張るって何に突っ張るかっていうと、権力とかね、ルールに向かって突っ張るんですよ。だからこういう言葉があります。下に弱くて上に強いかね。だから権力や大人に対しては立ち向かっていくんだけども、弱い者とか力なき者のためにはね、やっぱこう守ってくるというかね、代わりに拳を振りまいてくれたりね、代わりに睨みつけてくれるんですよね、うん、だからそういう粋なね、まあ、いわゆる突っ張り文化っていうのが昔はあった。マックスラガーという制服を着て、その制服を鎧としてですね、戦ったんですよ。モテなかったけどね、なんか突っ張ってるとモテるような印象があるんですけど、それはね、モテないんですよ。モテたとしたらちょっと突っ張ってる女の子にモテるんで、いや、ね、突っ張ってリーゼントしててね、お笑い草かもしれないですけども、なんか普通のなんかね、純情な女の子と付き合いたいなと思ってるわけなんですよ、私は特にね。なんかちょっとこう百合の花をこうやってね、なんか読書が似合う女の子と付き合いたいなと思うんだけど、普段目にする女の子っていうのはなんか反り込み入れたりとかね、眉毛剃ってるような女の子で、あんまり可愛くねえな、なんだこのファッションとか、ね、で当時はスカートも長いわけですよ、突っ張りは。でなんかこうね、履き潰したフリッパースリッパーみたいなのをかかとを踏んで登ってるんで、まあ、上から下までどこも可愛くないですよ、突っ張ってる女の子はあ、でも気合入ってんなぐらい言わないといけないですしね。いやー、だからちょっとね、彼女は一人もできなかったですね、うん、で突っ張っててなんだけども、可愛いなと思う女の子はなんか寡黙でね、ちょっと言葉少なげに、で美化委員とかやっててね、可愛いなと、話してえなとか思ってたんだけども、でもこんな格好の俺が行ったら困るだろうなと思っちゃってね、告白できなかったですね、うん、まあ、今でもそれがちょっと後悔ですよ。青春が送りたかったわ、私も。青春に恋愛はつきものなんですよ。で私はもううじうじとね、告白できないまま、うん、遠くで見ていたですよね、まあ、クラス替えで席が近くなった時はちょっと嬉しいなと思ったけど、そのぐらいのねもんでしたね。さあ、令和たけちゃんからだいぶ話題が変わってきましたけどもね、どうなっちゃったんでしょうか。まあ、とにかく今回はね、強制的にまとめるとすると、今津新市長誕生おめでとう、乾杯、令和たけちゃんおめでとうね、広島の買収事件まだ解決してないぞと、100人以上のお金を受け取った市議県議、恥ずかしくないのか、恥を知れ、20万ポッチで買収に参加しやがって、この野郎、もう10万20万で買収されるんだったらな、俺が10万20万やるからゲロしろ、ゲロって感じですよね、はい、以上でございます。まあ長くなってもしょうがないんでね、この辺にしときましょうか。レオタキさん本当にありがとう、なんかすごく嬉しいです。それからチョイマンさんもコメントをね、私が書いたら見つけてくださってありがとうございました。それではまたなんか別の機会にお会いしましょう。いってらっしゃい。